通常の踊り場か。人がでも出てきそうな感じはするよね。もしくは、まあ、逃げ込んでそこの踊り場で戦わせる可能性もあるが。じゃあ騎士様はみんなこのレイテルパラシューを使って攻撃をしてくるのかな？それだと結構きついですね。びっくりした。あー、捕まれた。外せる。よし、生き延びた。この野郎、どんなんだった？全く分かんなかった。爆発は？爆発しない。よし。どれだ？なんかいきなり飛びかかってきたような気がするんだけど、多分俺が気づかなかっただけだよね。どこどこどこ？見えない見えない。擬態してるの？この辺ちょっとぶったらえとくか。その辺にいるのか？わかんねえ。くっそ。また掴まれたら、今度死ぬぞ。HP 的に。ああ、いるわ。じゃあ俺がちゃんと見れなかっただけか。やつもとりあえず一人だけだったら叩くぜ。よし、ひるめば。ひっくり返る、ひっくり返るんだよ。よし。とりあえず2、3撃やればどうにかなりそうかな。アイテムは特になく。ああ、あそこにもいますね。ああ、どっかからもしかしたら、屋根の先端から飛びかかってきた可能性があるな。1体だけかな？1体だけだね。よし。落とすぜ。よし。もし登ってきたら塊。よし、これで強化できそうだね。登ってくる？登ってきたがっているような気もしなくもないが。俺が落ちてダメージ食らうと嫌だから、自分で行こう。塊今いくつ？ 5 個。やったぜ。これで作れますね。作れるっていうか、強化ができますので。よっ、なんか俺も掴まれそう。壁抜いてんのに掴まれて、なんかひどいことないぞ。発狂させてくるか。もしくは、なんか石化とか、そういうことを。ああ、消えたよ。落ちたな。いる？いても見えない。下から出てきたりとかね、するかもしれない。なんか下も降りられそうな感じするけどね。まあ、まずは。あー、くっそ、見えてたのに。はい、外して外して外して、叩くぜ。反撃は許さん。よし、ダメだな。俺の反応速度ではおそらく回避できないな。それは首がもげてるだけだよね、一応ね。上にもいないか。静かになっちゃった。ああ、いきなりボスとかかな。いや、ボスはいないな。あー、ちょっとまたこれいるんでしょう。ガーゴイル1匹じゃないでしょう。ん？それガーゴイルじゃねえな。なんかレイピア持ってる。じゃあ叩くか。手は早いな、相手の方は。手は早いけど攻撃力が高くないんで。で、こっちもね、ひるまなかったので、まあよしとしましょう。もう罰ボタンに手を置いてるからね、ここ。こんな感じでね、逃げる準備は万端だよ。頼む、チェックポイント。来て、来て、来て、来て。
こない、甘くない、ブラッドボーン血の味がするよ、血と骨の味がする。大丈夫そうかな。ここはどこだ、進むしかないんだよな。やだな、もう俺本当に何が嫌ってさ、急に出てきてもうそれで、はい終わりみたいな。なあ、即死が嫌だよね。この辺とかさ敵いそうだよね。またペチ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 足音がするんで、まあ人かガーゴイルか。あーほらほらほら、そこ二人いるもんね、俺気づかなかった。あーどこだよ、もうやめろよ。一体だけ呼べるかな、石とか投げたら。おい、くっそ、よしよしじゃなかった、全くもって許されなかったよ。一緒に相手するか。なんかあれだね、ティガレックスとかナルガクルガとかそういう格好に見えますね。ああそういえばなんかあのモンスターハンターワールドって新しいねフィールドっていうのかな、が、お、2かけらか。ここでマラソンもできるかもしれない、追加されるみたいですね。結局あれ面白いんですかね、モンスターハンターワールドって。面白かったらあるもんやりたいなと思うんですけど。落ちるか、お、落ちたな。処刑隊シリーズ、強いかな。あれ、あ、こうか。あ、強い？物理が落ちるけど、対銃だとかが強くなる。ちょっとつけてみよう。かっこよくね？これはダメだな。どっちかっていうと、血とか毒とか、特殊系に強い感じか。物によっていろいろ違うんだね。これも銃弾に強い。どうなんだろうな。ズボンに関してはあんまりわかんない。やっぱ上だし、上が一番わかりやすいかな。どれがいい、 どれがいいのかな。一番やっぱ処刑隊のズボンがバランスよく強そうかな。あ、でもヤハグルの方がいいか。頭は何もないもんね。オッケー。じゃあ進むかい。進もうか。まだ暗そうですね。よいしょ。特に何かが発生してくる感じはしない。宝箱があって、女の人が1、2、3、4、5、6、7、7人くらいいるかな。まあ、下手なことするといきなり襲ってきそうですから、取るもん取っていきましょうか。うん、血族名鑑なんか良さそうですね。これはエスカレーエレベーター、今は動かせない。おそらくチェックポイントになるのかな。上か下かに行くはずです。よかった。知った土地に戻ってくれた。今回はじゃあ一旦ここで止めてちょっと見ましょうか。感覚麻痺。そうだね。HP の回復を阻害すると。すべての血族の流し移されている。カインハーストの血の女王。アンナリーゼと制約を交わした血族たちの赤側の新四六。古くからすべての血族の流し移されている。それは、なんだこれ。読めない。戯れを求めて獲物を狩る血の狩人。ああでもオンラインシリーズか。じゃあいらないものですね。一応啓蒙を持って帰ってきたからね、人形が動いているのかどうか。やばい、ここにすらいなくなってんだけど。頼むよ、動いていてくれよ。そこにいてくれよ。ああ、よかった。動いてた。もうね、君が
ね、動かなくなってしまったらどうしようかと思ったよ。Welcome home, good hunter. ああ、そうか。啓蒙がないと。Good hunter. I... ダメなんですね。よかった。Very well. Let... よし、じゃあ持久力を上げていただいて。Farewell, good hunter. 次回からはもう少し簡易ハースト城を攻略していきましょう。ちなみに場所はどこになるのかな。ここか。廃城カインハースト。廃城ではなかった気がするんだけど。はい、時間をね見るとかなり中途半端になっていますので、もう少しあと20分くらいで、霧が良くなればいいですね。死ねばいいんです。これのね直前にやっていたことが仕込み勢レベル8にしていますが、相変わらず技術は B ですね。寂しいですね。ちなみに9になると A に、補正がね A になりますが、まあどうなのかなってとこですね。はい、そしたらどこだっけ。いや、ん、あ、はい、いいのか、カインハーストか。でちょうどねまだコメントもいただいていてありがとうございます。とりあえずショートカットの方から行きましょうね。まあ、ヤハグルとかもねちょっとまだ探索を終えていないっていうところもあるんですけれども、まあ、やっぱりでもね力こそ全てはっきり分かんだね。ただゲームが終わるまでに仕込み勢もある程度ね使いこなせればなとは、真面目にまともに思ってます。ただできるかどうかは別としてね、もともと多分こういう力ね、圧倒的な力に対する対抗手段っていうのがその、まあ、パリーとかなんじゃないかなと思うんですよ。実際はね、こういう割り込みのところできちんとパリーを行っていくとかね、まあ、あとはその出の早い割り込みの力とか、まあ、あとは、まあ、ハイパーアーマーですね、割り込んで攻撃していくっていう割り込み力っていうのがこの力に対する有効なね反撃方法なのかなと思うんですよね。まあ、ただ俺にそれができないっていうだけで、圧倒的なんだよな。何にしても負けないからな。これをだからやっぱ剣でやろうとすると、別にさスタミナを使わないわけじゃないんですよ。まあ、1回のスタミナは使わなくても、まだいっぱい泣いてる人がいるな。で仕込み杖にしても通常のね、通常攻撃だとひるまないんですよね。あの雲に対して戦った時にこの強攻撃、あ、痛い、何か受けている。どけ、何か受けている。お前だな、見えてるんだよ。パー、当たらない。お前だろ、お前。よし、落とした。どけ。どこだ。お前だよ、お前。うっ。やろう。ちょっと待ってな。どうやって倒す？やっぱりこれだ。まだいける？大丈夫。振り回せば。やれる。やれない。まずい。どれだ？敵はどれだ？どれだ？くたばれ。まだいけるか。まだいける。うるさい。倒れろ。うわあ。全くひどい目に遭いましたね。だけど問題になっているのはあの魔術師だけですよね。これ登れんじゃん。ここから登れんじゃねえかよ。ほらー、よし、これで討伐完了だな。こいつらにはもう生きのにはない。生きているけどもう生きのにはないです。
やっぱ数で攻められると結構厳しかったりしますね。でもそれって別にその力任せに対してじゃなくて、どんな敵にも力じゃなくて数でね、数の暴力って合いますからね。かなり頭数揃えられると厳しかったね。あ、まだいっぱいいる。2回3回4回か。1回2回、それも反撃が入った。反撃が来そうで怖いね。こういう風になっちゃうしね。まあ、この仕込み図での場合はね、こう横切り主体なので余計ね、それも弱点としてもろに出ちゃうんだけど、あ、まあ広いっちゃ広いかな。決して狭くないしね、悪くないんだけど、こう、これするんだったら別にハンマーでいいよねってなっちゃうんだよね。こと足りちゃうんですよね。これじゃなきゃいけない理由がない。だやっぱり唯一のこれ後ろ回ったらさ、取れるのかな、あの致命の一撃。通常背後を取っても内臓攻撃って打てないのかな。打てても打てなくてもいいんだけど、今までちょっとやったことない、やった試しがないからわからないんだけど、あ、宝箱そこにもある。まだ誰かいる。あ、これ剥がせないのか。あと他のね、コメントもありがとうございます。あの寄せ、あれ、あれ渡れない、落下かな。そうだね、とりあえずこの辺にはもういないね。よし、ヨセフカのねタイミングが違うっていうか、ここは人は、あ、扉が、あ、ない、何これ、もったいぶって作ったデッドスペース。 R はさ、あのロマに勝てなくて、そのテコ入れでヨセフカに戦いに挑みましたけど、あ、ロマを倒してしまうとヨセフカがね、すでに獣化してしまってわけがわからない状態だったっていう方もいらっしゃいまして、なかなかやっぱ細かいよね。ダークソウルの時もあれ、トカゲかい、トカゲじゃない、あ、床掃除か。どこだよあいつか。あ、またなんか印字してるし、なんか吹き矢か。吹き矢勢はまた大変だな。ちなみにこれ剣だとどうなるんだろう。それ当たってないって、それもうそこに当たり判定ないよ。当たり判定があったとしても、それ暗い判定ないよ。もう止まってんだもん。くっそ、あの野郎一人じゃないやん。ちょっと待ってな、とりあえずここにいるやつを叩き伏せる。で、追ってくるわけではない。一人だけなんだろうか。ん？複数いるような気がしなくもないが、とりあえず輸血だけもらっておこうか。ロックは？ロックできないか。可能なら、これスウィングナイフでもやれるぜ。あ、落っこっちゃった。お互いその動きはまずいですよ。しょうがない。俺が近づくか。どっからかなんか他にいそうな感じなのがね、嫌なんだよね。これいない？他にいないか。よし。奥にいるね。よし。OK。
正義団。いい加減ね、やっぱ鳥獣、あのルドウィークの鳥獣じゃなくてガチ鳥獣でもいただかないことにはね、私も水銀弾をいただいてもしょうがないんですよね。おらーほら、やっぱ一撃だよな。やはり暴力、暴力は全てを解決してくれる。よく言ったもんだよ、これ名言だよな本当に。やはり暴力って、あの金田一ね、書いてる人天才だと思うよ。はしごがありますね。んー、でもどこからのかわからない。そこ知った土地？エレベーター、なんかレバーがあるけどちょっとわからん。問題は吹き矢ですね。吹き矢勢がいるのかどうか。窓吹きしかいない。あ、ちょっと待って、そこ危ない危ない、足りるか。よし、間に合うか。間に合ったような、間に合ってないような。よし、敵はいない、いなくない。強い、やっぱ動きが早いですね。一番仕込み勢は中途半端な立ち回りなので負けない。この力をも凌駕する力じゃないですね、スピードをも凌駕する力、これなんだよな。そこから外に出られるのか。もう少し中を探索しようかなんてやってるとね、多分20分なんてすぐなくなっちゃうんだろうけど、この分かんない足音はおそらくあれだね、下から聞こえているでしょう、輸血。下に降りる術はでもないのか。おっと、あれ、あ、吹きや。ああ、そうか。こういう狭いところか。まあ、あと弱点があるとしたら。塊。うん。今度塊は確か8つくらい必要なので、まあ、自力で見つけられるのは、まあ、先ですかね、強化は。多分一つの武器をね、強化していった方がいいと思う。あ、なんかショートカットとかできそうな配置ですね。なんかジャンプとかでいけそうだけど、まあわけわかんないとこ行ってわけわかんなくぶっ殺されるのは嫌なので、一応ね、道順に沿っていきましょう。はしごとかなかったよね。これが道順ですって言われても、ちょっと、もう。これどこに降りんの？ちょっと。降りる場所がよくわからないんだけど。ここでいい？ほい。オッケー。水銀弾。まあ、奇跡的な技？その、カリウドの語とかありましたよね。加速とか。あ、そう、あ、俺、格納しちゃったけど、あの、悪空間から蛇を出すやつ。ヨセフカとかにボコボコにされた技。あれ、多分俺持ってるやつですよね、多分。ただ、ステータスの、なんだっけ？神秘を、ガーゴイルか。神秘をね、持っていないので、使えないんですけど。結構ね、あの加速だけは気にしているんですよ。いいなって思うんですけど。ローリングとかステップのスピードが速くなるということは、まだいる？無敵時間？あ、ここがこう繋がってるのか。無敵時間とかも、こう、軽減されてしまうのではないかと懸念をしているんですよね。気やしね。問題はこの女性陣ではなく、吹き矢です。吹き矢とか呪文とかを唱える輩なんですが、見当たらないね。
ただ俺を見つけてぶっ殺しに女性が来るだけだ。構いやしねえんだけど。いるよね、そこに。そこにいるんだろ。待ってな、一人ずつ相手にする分には何の問題もない。あとの伸びれば、けー伸びやしね。よし、月はあんまり強くない。あれちょっと待って、この人首がないんだけど。くっそ、ホラー要素も出してくんじゃねえよこんなとこで。198、あー叫んでいるよ。そんな乾いた叫びに俺は動じると思うとか。甘いんだよ。よいしょ、こんなものは落ち着いて対処するしかない。ちょっと待ってな、そこにいるんだろ。ほら見えてんだよ。いや違う違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。ちっちゃくて切りづらい。うん、取られた取られた。ああこれは厳しい。